安倍が死んで、蓋が取れて、ネトウヨが、どんどん、排除されています。安倍ネトウヨが、裁判で追及され、どんどん、破れています。杉田水脈でしょ？武田恒康でしょ？今度は、元締め的な産経新聞が、断罪されました。産経新聞のめちゃくちゃが、12月8日、東京地裁で、敗訴。沖縄辺野古の抗議運動、ライターの大げさ太郎さんのことを、暴力の限りを尽くしたと名誉毀損した。産経新聞が捏造した記事により、大げさ太郎さんは、中国のスパイだと罵声を浴びせられたそうだ。裁判で、産経の無茶苦茶が明らかになった、暴力の限りと報道したが、そんな事実は全くない。記事を書いた産経記者は、クビになるが、記者をクビにして、ごまかす。しかし、産経新聞デスクは、めちゃくちゃ記事を許可していたわけだ。安倍晋三、ケツなめの産経新聞の敗訴、しっかりと記録しておこう。